待ちきれません。東京に開業された世界で2番目となるハリーポッターをテーマにしたテーマパークが海外で話題に。ロンドン郊外にあるものに次ぐ世界で2番目となるハリーポッターをテーマにしたテーマパークが東京の練馬区にある豊島園遊園地の跡地に建設され、6月16日に開業されました。このパークはワーナーブラザーズスタジオツアー東京ハリーポッターの制作と呼ばれ、ジェットコースターなどの乗り物は提供されていませんが、映画シリーズからの魅力的なセットと小道具が展示されており、訪問者を魔法と冒険に満ちた世界へと導いていました。初日のチケットはあっという間に売り切れ、この日を心待ちにしていた多くのハリーポッターファンたちは、この特別な日を心から楽しんでいました。開演前日には、映画でハリーのライバルである、ドラコ・マルフォイを演じたイギリスの俳優、トム・フェルトンも参加した、特別なプレオープニングイベントが行われ、ハリーポッターの魔法が、東京で蘇りました。このテーマパークを知った海外のハリーポッターファンからたくさんのコメントが寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。これはすごい、行かなくちゃ、とても興奮しているよ、夢を生きよう。チケットを手に入れました。待ちきれません。一番良いのは、やっぱり北ロンドンにある。クリスマスに行ったけど、デコレーションがすごくて感動したよ。まあ、よくわからないな。ロンドンツアーは、そこが撮影されているから魔法のようだよ。私もちょっとわからないかな。いくつかの小道具は本物だけど、ほとんどが再現品かな。そうだね。だから見るのは楽しいけど、同じ感じじゃないんだよね。正直言って、これはロンドンのスタジオツアーのコピーなんだけど、ロンドンで実際に撮影されているから私のお気に入りなの。ロンドンのスタジオと全く同じように見えるね。ロンドンにはチェス盤がないよ。東京を旅行するときにはぜひ行くべきですね。の、私は2日前に帰国したよ。なんで私はこれを見逃したんだろう。待って、東京なの？大阪じゃなくて？東京で会おう。今から出発するよ。私はすぐ近くに住んでいるので、行くのが待ちきれないわ。お金よ、ここに来てくれ。私も行きたい。今オンラインで1時間待ちです。約12万7000人が予約しています。頑張ってください。世界の宝物。もしお金があったら、そこで土産物や衣類を全部買ってしまうだろうな。スタッフもコスプレしているのかな？空いている時はすごく良さそうだけど、人でごった返してる様子を想像すると、体験が台無しになるよね。一日の最後のツアーを予約して、すごかったし、空いてたよ。後ろから来る人もいないし、
前の人たちは遠くに行ってたから。ハリーポッターが恋しい。とても良い思い出です。トムが言っていた、杖を見てごらん、というのがとても可愛かった。以上になります。ファンの興奮が伝わってきましたね。ロンドンのスタジオツアーのコピーという声もありますが、ハリーポッターファンにとっては、夢が広がる場所として、楽しめるテーマパークになるのではないでしょうか。セットがしっかり作られているので、ファンでなくても十分楽しめそうですね。感動日本は随時更新中です。チャンネル登録、鈴マークをクリックしていただくと、いち早く動画を視聴することができますので、ご活用ください。評価をコメント欄にいただけたら本当に嬉しいです。最後までご覧いただき、ありがとうございました。